はい、どうも、ケンリンです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラッシュをやっていきましょう。ということで、はい、今回なんですけども、いよいよ、明日ね、5月1日、カイドウの誕生日ということで、まあ、カイドウの復刻、まあ、来そうじゃないですか。まあね、10着来ると思うんだよね。もうさすがにこのウタちゃんのガチャの終わりがもうあからさますぎるでしょと。はい、いうところでですね。まあ、明日ね、カイドウがまあ来た時に、まあ、どうなってくるのかっていう話なんですけども、まあ、気になってくるのは天井だと思うんですよね。で、まあ、緑カイドウの方はですね、まあ、前回と多分変わらんと思います。はい、ただなんですけども青カイドウがもし復刻するのであれば、これはねさすがに天井俺下がると思うんですよね。で、まあ去年ね、復刻した時に、まあ、カイドウね、実は天井下がってなかったんですよね。あのシャンクス環境であんだけボッコボコにされてたのに、この青カイドウ天井下がらなくて、まあ2000個はい、まあ、確定の天井が2000個で、で、チケットがですね、まあ、2900円、80円か、まあ、10枚かな。っていう感じでね、まあ、ちょっと今、貼ってると思うんですけども、はい。まあ、ただ今回に関して言うと、だいぶ俺下がるんじゃないかなとは思うんですよね。まあ、黒ひげとか、まあ、おでんとか、まあ、そこら辺がね、まあ、1000個ちょっとぐらいまで、まあ、落ちてくれたのもあったので、まあ、1500ないしはちょっともう一声上がって1200、300個ぐらいが確定になってくるんじゃないかなという予想になってきます。まあ間違いなくね、さすがに天井2000個のまんまはないと思います。今の環境ね、最強キャラランキング、まあ10位にも入ってないと思うので、まあなんでね、その時はですね、ダイヤに余裕のある方はですね、まあ俺引いていくのもありなんかなというふうに思います。ただまあ引いていくには、まあサポートに関してで言うと、まあ、あの現環境ねしっかりと使えてくるし、あとメダルね、最強のメダル、あの110海賊団のセットをしたい方、まあ、これですね。まあ、ただこれをするのにも、まあ、キングが必要だから、キング持ってなかったらこのカイドウ取りに行ってもしょうがないと思うので、まあその時はもう潔く俺諦めてもいいかなというふうに思います。はい、まあなんでそこをね、キング持ってて青カイドウは持ってなくてこのメダルが作りたいよっていう方は引いてもいいと思うけど、まあキング持ってない方はね、もう普通にもどっしりとスルーしていきましょう。はい。んで、まあ、緑カイドウの方はですね。はい。もう、これはですね、もう、引く一択っすね。もう、持ってない方はもう、引いていいと思います。はい。で、超フェスのゲッタって本当に長生きするんで、まあ、引いといてね、損はないと思うので、はい。まあ、今の環境でもね、最強ゲッタ、として君臨してるんで、まあ、ぜひともね、復刻した際は引いてみてください。はい、はい、てなわけで今回は、はい、こっちじゃなくて青カイドウの方を使ってやっていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツバルス。はい、それではですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まあ青カイドウなんですけど、今の環境でもしっかりバチコリやれていけるからね、まあ本当に強い。逆にね、本当に超過環境になってくれて、まあよかったよね。青カイドウはめちゃめちゃ喜んでるただね、やっぱこの最初ね、こういうステージだったらあんまりね、直裏取りとかってまあないんだけども、まあ違うステージとかやとね、カイドウ使ってるともうね、直でね、シャンクスが来る。シャンクスが来よる。さあ、まあとりあえず、これで完全体には慣れたんで、さあ真ん中もために行きたいですね。で、ためて、あ、でもシャンクス持って行ってくれたね。よし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 。それでもう怖いもんがなくなったぜ。シャンクスのスキル維持がマジでほんと恐怖。さあで、盤面がおでん、マムでロビン。さあ、まあここは大丈夫だね。いやー、シャンクスまた出してきたわ。これ完全カイドウ狙ってますやん。ちょっと待って。で、裏がちょっと白馬、ちょっとゾロ、いいか、ここ一回任せようか。後ろ白馬なんだよね、守ってるね。よしよし、ちょっと牽制してくれて助かった、ありがとうありがとう。さあ、でここで一回無敵で、オッケー、これ当たってくれたらラッキー。よし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 、ナイスナイス、でかい。で、まあ、ちょっと待って、シャンクスめっちゃここまで来たな。まあまあまあ、ここを来てくれて、ゾロ見てくれてるありがたいね。やっぱカイドウ危ない。ちょっと待ってやっぱこう考えると過保護に
行かないといけないね。守られて、味方に守られて完全体になって、で苦手なやつはゾロに任せてというね。さあまあとりあえずシャンクスまだ生きてるから、まああそこのゾロさんがまあやってくれるでしょう。ペシャン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 つって言って頑張ってくれ。オーマイガー、それはちょっとエグい。ちょっと待って、いやナイスナイスナイス、ちょっと待って、まだ無敵使いたくないんよね、敵部前なんで。敵部始まってから、よし、ちょっと待って、いやナイスナイス、オッケー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 。さあでちょっと待って、これで、いやマムの方向いてほしかった。ちょっと待って、マムマムマム、うん離せマムマム、いやこのダメージ量めちゃめちゃ気持ちいいわ。んでブースト来るね、ブースト来るから、ちょっと待って、シャンクス怖い、ちょっと待って危ない、いやーやられた、さあまあでもここで一回耐えきれる。あ待って、やばい、全方向守りえぐいえぐいえぐい、こん時カイドウクソ強え、全方向守りは。ちょっと待って、ここ大丈夫、あ待って、真ん中負けたか、うん、いやでもすぐ取られへんから。さあでゾロ行ってくれた、いやナイススイッチナイススイッチ、うんでもうここは大丈夫、後ろ大丈夫、オッケー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 、いや大丈夫オッケー、本当にまあ死ぬ時の叫び声だけいっちょ前多分大丈夫でしょう。いやありがとうありがとう。なはい、それではですね、2戦目もやっていきたいと思います、よろしくお願いしますということで、さあまあシャンクスいないから結構これはめちゃめちゃゲロ圧ですね。あもうこの時はカイドウをいきり倒したいと思います。うん、ただまあちょっとゾロがね有利属性になった時めちゃめちゃ怖いね。うん、まあとりあえずここをため切って、で二陣も開けてくれたから、いやワンチャン C、いや取れそう取れそう取れそう、いやあーで無敵フォローはいらんかな、いや大丈夫そうかな、まあ3人いるからねさすがに、うん大丈夫そうかな、オッケー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 、いやナイス取り返し、よくアタッカーとアタッカーとマムで取り返したね。さあで、とりあえずここも溜め切って完全体、この肉は味方のために置いておきたい、帰ってくるかな、あーちょっと待って、それ手前やられたらこっち来るかな、いやちょっとやばいな、いやーちょっと待って、さすがに、いやちょっと取っとくか、怖いな。さあでマムがまだまだちょっと HP あるんでまだ大丈夫で、マム落ちたらまあとりあえず行く感じかな、よしよしよし OK、まだ大丈夫、あ待って、やばいやばいやばい、マム瞬殺された、え何に、えめっちゃダメージ入ってたよね多分、すげえな、赤犬かな、いや待って、それは予想してなかった、オッケー、でまあとりあえずもう硬いから、まあまあまあちょっと一回頑張ろうここ、でボロブレス、オッケーナイス、でちょっと待って、カイドウいる、オッケーオッケーオッケー、倒せ、オッケーオッケー、シールドを剥がしてドフィ倒した、でかい、でいやナイスカイドウ、でこれ一回ダウンしてほしい、ダウン、青カイドウダウンしろ、ダウンしてくれ頼む、よし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 、時間稼げ時間稼げ、オッケーオッケー、で無敵でこれで敵ブースト、オッケーオッケー、しのげたしのげた、でかい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 、いいよし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 、んーでボロブレス、あなたに狙いを、あオーマイガーくそボロブレスを叫びたかった、いや出された、いやーやばいな、ちょっと待って、これはもう一回まとめて吹っ飛べ、いけ、よし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 、でかいでかい、オッケー、ちょっと待って、一回、いや、キング怖え、怖え、ナイスダウン、ナイスダウン、オーケー、いや、ナイス、ロシャ、いけ、いけーナイス、ロシャ、待って、もう少しでまた無敵たまる、待って、いや、ナイス、ウタちゃん、ナイス、ウタちゃん、でも、一回、ためる、ためる、よし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 、これで出ないからね、オッケー、キング、あ、キングじゃない、ゾロか、オッケー、オッケー、で、無敵、時間稼ぎ、さあ、これでため切れたかな、オッケー、超過した、超過した。でけえぞでけえぞ、これはいけるあとはいや裏行ってくれてるし、でここ歌ちゃんでしょ、いやいけるね、さあでワン・ツー・スリー、おい打ち切れ、よし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 、でヤマトやばい、はいはいはい、でボロブレ捕まえて、オーケー吹っ飛ばしていく、いやいいオッケーいや気持ちいい、これは超気持ちいい、いやありがとう、はい、それではラストやっていきたいと思います。まあ青カイドウは今2連戦いい結果ですね、いやしっかりとやれてるね、でねちょっとね6番さんがね青カイドウを持ってきてたんですけど、あの譲っていただきましたいやマジ感謝感謝、はい、まあ、とりあえずここため切って
て、でおでんさんちょっと貯めてくれたから、よしよしこれでも完全体だね、ゆっくり慣れそう。いやただもうあそこのシャンクスが怖えよな。うーん、いやちょっと待って、キング来た。あーナイスナイス、ありがとうありがとう。ちょっと一回これで火力上げていく。でワンチャン当たってくれたらラッキー。いやこっち向きにジャスカイした、いいよ、いしょ、全方向守ってやれ、いけ、C もオッケーオッケーオッケー、でかい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 、うん、よし、オッケー、で、ワン、ツー、いやー、いいね、いや、待って、出された？あ、出されてない、オッケーオッケーオッケー、さあ、このまま追いかけていく、まあまあまあ、C はちょっとしょうがないな、いや、いける、いや、ゾロもいるね、いいね、いいね、じゃあ、ちょっと超過させるのにちょっと集中しよう、うん、さすがにゾロはもう、これは瞬殺で持っていってくれるはず、うん。いやナイスナイス回避、いやナイスキル、ナイス、いいね。さあこれで後ろが安泰になった。で敵ブースト来る、うん、無敵溜まるからね、敵ブーストしのげそうっすねこれも。うん、え、ま、ワンチャン真ん中、いや待って、取れるんちゃう、うわー取れると思っての無敵、ちょっとちょっとあれだったか。ちょっと待って、このチー肉は置いておこう、チー肉はゲッター8番さんなんか出すかな、いやな、あ、なんだか、あ、あーこれ残しとこう残しとこう、うん、あ、待って待って、あかんあかんあかん、これキング取られる、危ねえ、ちょっと待って、危ねえいやーちょっと待って、緑街道のために残しておきたかったな。うーん、俺はねどっちかっていうと、打ち切れうまい、うんで、ちょっとボロブレス、あなたに狙いを決めてボロオブレス、やいよいしょ、相手も待って、 A で1、 OK、 もうこのまま持っていけ、よしよしよし、ゲッター潰した。んで真ん中、ちょっと待って、無敵溜まってるからすぐフォローには入れる、いけるか、いけるいけるいける、ちょっと待って、このまま一回入ろう、ゴリ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 入って、はい、もう無敵、はい、これで時間稼ぎ、うん、いいね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 。さあで超過させたい、できたら超過させたい、ちょっと待ってキング怖い、ちょっと待って一回これで時間稼いで、よいしょ、いやーナイスあ、シャンクス来たわ、シャンクス来たけど、もうこれ超過してるから、待って、あ、ゾロ見てくれるか、あ、待って、あ、行く？あ、そっち行く、行ってくれるか？オッケーオッケーオッケー。じゃあ、ここをちょっと溜めて、ワンチャン危なかったら、もう、ここ捨てていきましょう。いけるはず。残り、秒数次第。いや、どうだ、どうだ、どうだ。いやー、ちょっとやばそうだな、やばそうだな。ちょっと待って。あ、頑張れ。ナイスおでん、今入ったの。いける、間に合う。オッケー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 。さあ、これで無敵。で、真ん中も握られてるけども、守れちゃうと、オッケー。ナイスすぎる。はい、てな感じですね、終了でございます、ありがとうございました。ということで、まあ、今回青街道だったんですけども、いやなかなか良かったね。で、まあ、やっぱね最初はね味方の、まあ、過保護なところが、まあ、ちょっと必要なんですけども、完全体になってしまえばマジで強い。でまあね、緑街道が来たらね、まあこれはねもうさすがに引く一択やと思うので、まあ明日ね復刻もし来たら、ぜひと皆さんガチャ頑張ってみてください。てなわけで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。